高津宮は大阪市中央区にある神社。旧社格は府社で、現在は神社本庁の別表神社。南波高津宮に選とした第十六代天皇である仁徳天皇を主祭神とし、祖父の中愛天皇、祖母の神宮皇后、父の王神天皇を左座に、皇の足姫皇后と長子の李中天皇を右座に祀る。八年、和天皇の直名により、 南馬高津群の遺跡が探索され、その地に社殿を築いて、仁徳天皇を祀ったのに始まる。天正十一年、豊臣秀吉が大阪城を築城する際、姫、小祖神社の境内に潜座し、姫、小祖神社を当社の地主神として、拙者とした。1872年に不舎に、列格した。1945年3月13日14日の、 第一回大阪大空襲によって、新横を残して社殿がすべて消失した。戦後に神社本庁の別表神社に加列されている。1961年10月、社殿が再建された。古典落語、高津の富、高倉狐、ストクインの舞台として知られ、古くから大阪町人の文化の中心としてにぎわっていた。境内の三州殿は、 高津の富邸と名付けられており、落語の寄せや文楽などが行われている。高津の富邸での寄せには五代目、桂文江一門が関わっており、文江最後の公演、高津の富が演じられたのも、高津の富邸で開かれた黒門寄せである。文江が亡くなった翌年の2006年3月、境内に桂文江の石碑が建立された。百九十九年、 大阪府が、仁徳天皇1500年大祭を、高津宮と南馬神社で行った際に記念混流した、高津旧市が、大阪府立高津高等学校の校内に現存する。参道の両側は、高津公園となっている。1959年、参道に、日本画家、北の常富の十三回忌に際し、常富庵と題した筆塚が混流された。社殿が再建された。 昭和30年代から当時のグージラの手によって境内や隣接する高津公園に染め吉野など約100本の桜が植えられた。高津宮では毎年3月下旬から4月上旬にかけては桜祭りが催されて多くの花見客で賑わっている。ありがとうございます。